グローバル発売された Galaxy S22 Ultra、 ノートユーザーにとっては歓喜の一台になると思いますが、全モデル S21 Ultra で満足されている方はあえて乗り換える必要もなさそうです。はい、ズキです。前回一斉開封した Galaxy の新フラッグシップ S22 シリーズについて、今回は最上位の S22 Ultra にフィーチャーし、初代 S Ultra と言っていいでしょう。 S20 Ultra、 そして全モデル S21 Ultra と比較しつつ、実際のところ S22 Ultra が進化しているのかをチェックしていきたいと思います。このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なデジモノガジェットをほぼ自腹で購入し、ご紹介レビューしています。ぜひチャンネル登録をお願いします。動画説明欄にはよくいただくご質問の Q&A のほか、ご覧いただいている動画のチャプターも記載していますので、お時間がない方は気になるところだけでもチェックしていただければ幸いです。なお、今回の端末は S20 Ultra が au 版、 S21 Ultra がドコモ版、そして S22 Ultra が香港版となっています。香港版である S22 Ultra についてはいつものように技的未取得機器を用いた実験等の特例制度に基づく届け出をした上で実機をチェックしていきます。それでは比較に入っていきたいと思いますが、3端末共通して言えるのはカメラが100倍スペースズームに対応しているという点、そして逆にチップセット以外の一番の違いが S ペンの対応度合いで、 S20 Ultra は非対応、 S21 Ultra から対応し、 S22 Ultra で内蔵式収納可能になりました。本体サイズは S20 Ultra が高さ 166.9mm、 幅 76mm、 厚み 8.8mm、 重量 222g、 S21 Ultra が高さ 165mm、 幅 76mm、 厚み 8.9mm、 重量 228g、 S22 Ultra が高さ 163.3mm、 幅 77.9mm、 厚み 8.9mm の重量 228g と、 S22 Ultra になってより横幅がある Galaxy Note 20 Ultra に近い形状に変わっています。ディスプレイサイズについては、 S20 Ultra が 6.9インチ、S21 Ultra が 6.8 インチで、 S22 Ultra も 6.8 インチになっていますが、本体サイズが異なるのでこうやって比較すると結構大きさも違います。3端末ともディスプレイ輝度を最大にしていますが、結構色味が違いますね。 S21 Ultra が一番白っぽく感じます。なお、 S22 シリーズにはディスプレイ輝度、明るさを増大させる機能、オンオフ切り替えができるようになっています。解像度とリフレッシュレートの関係をチェックすると、3端末とも 3200×1440 ドット、 S22 Ultra は 3088×1440 ドットですが、いずれにしても WQHD プラスに対応しています。ちなみにフル HD プラスと WQHD プラスで解像感の差を確認すると、 Google Chrome、 Yahoo のニュースサイトで確認するとこのような差となります。 Twitter も開いてみるとこのようになります。ただ S20 Ultra は高解像度とハイリフレッシュレート設定との併用が不可で、解像度をフル HD プラス以下にした時のみハイリフレッシュレート設定が可能になっています。この点、 S21 Ultra と S22 Ultra は高解像度設定にしてもリフレッシュレート設定で、最適化ハイリフレッシュレート設定が可能です。そのリフレッシュレートの設定についても、 S20 Ultra では 60Hz か 120Hz かの選択式でしたが、 S21 Ultra から可変式が採用され、 10Hz から 120Hz で最適化、 S22 Ultra ではさらに 1Hz から最高 120Hz と、よりバッテリーに優しい仕様となっています。バッテリー容量は同じ 5000mAh ですが、各端末のディスプレイを解像度フル HD プラスのハイリフレッシュレート設定にして PC マークでバッテリーの持ち、バッテリーライフを計測したところ、このような結果になりました。常時 120Hz 駆動の S20 Ultra はやはりバッテリーの持ちが悪く、6時間42分、 10Hz から可変の S21 Ultra は大画面の割には持ちが良い約8時間、 S22 Ultra は 1Hz からの駆動が効いたのか、さらに50分近く持ちが良い8時間48分になっています。この差は結構大きいのではないでしょうか。3端末の基本性能を比較すると、まずメモリについては RAM は共通で 12GB、 ストレージについては S20 Ultra が 128GB で、 S21、 S22 Ultra は 256GB になっていますが、 S20 Ultra は S21 シリーズ以降オミットされてしまったマイクロ SD カードスロットを備えています。心臓部となるチップセットはスナップドラゴン865、
S21 ウルトラがスナップドラゴン888、そして S22 ウルトラがスナップドラゴン8ジェネ1になっています。3端末の基本性能にどれほどの違いが出るのかベンチマークアプリでテストしてみると、まず Geekbench 5の CPU スコアではこのような差となっています。 S21 ウルトラと比べるとマルチコアスコアではほとんど差が開いていません。コンピュートベンチマーク OpenCL でのスコア、バルカンスコアでのスコアの違い、それぞれバッテリー設定を S20 ウルトラは処理速度向上をオン、S21 ウルトラ、S22 ウルトラは処理速度を最高に設定してアンティツベンチマーク 9.3.2 で計測してみると、はい、結果が出ました。世代ごとにおおよそ 14-15 万の差となっています。特に S21 ウルトラと比較してみると CPU、GPU 各項目でスコアを伸ばしています。メモリについてはわずかな伸び、 UX については S21 ウルトラも Android 12にアップデートしたためか、逆に S21 ウルトラの方がスコアが高くなっています。温度上昇については同じような温度上昇、最高温度となっていて38度を超えて40度近くまで上がることはありませんでした。続いてカメラについてチェックします。フロントカメラは共通して4000万画素ですが、アウトカメラについてはデザインがだいぶ違っているのがわかります。 S21 シリーズは同じようなデザインでしたが、 S22 シリーズはウルトラだけ異なるカメラデザインになっています。全体的に大型化されているでしょうか。構成としては108メガピクセルメインカメラ、1億800万画素カメラと1200万画素超広角カメラという点は3端末共通していて、違いとしては S20 ウルトラでは48メガピクセルの望遠カメラと30万画素深度測位カメラを搭載しているのに対し、 S21 ウルトラと S22 ウルトラは望遠カメラとして1000万画素のツインカメラを搭載し、よりその役割分担を明確にしています。それでは売りの100倍スペースズームを中心にテスト撮影してきましたので、3端末の違いをチェックしていきたいと思います。最後に
S ペンについて比較します。まず互換性ですが、 S21 ウルトラ用の S ペンでも問題なく書くことができました。 S22 ウルトラに内蔵されていた S ペンでも問題なく書くことができます。低遅延という部分では それほど大きな違いは感じられませんでしたが、実際に文字を書いてみると S22 ウルトラの方が書きやすく感じました。 S ペンの機能という点では S22 ウルトラは内蔵式になって6解除項目が加わり、 S21 ウルトラになかった機能も追加されています。なおエアアクションについては S21 ウルトラも S ペンプロであれば利用できるようになっています。 S ペンプロをスキャンさせてみると、ここですね、接続ボタンオン、はい、どちらの端末でも感知されました。これにより S21 ウルトラでも S22 ウルトラと同じようなエアアクション S ペンの機能が使えますが、ちょっと大きさ取り回しという点で差がありすぎるでしょうか。はい、ということで Galaxy S ウルトラシリーズ3端末を比較し、 S22 ウルトラがどの程度進化しているのかチェックしました。数日使っただけではわからない部分も多いと思いますが、現時点では全モデル S21 ウルトラのユーザーが慌てて乗り換える必要もないかなと感じます。それだけ S21 ウルトラの完成度が高いといえ、 S20 ウルトラから S21 ウルトラがメジャーアップデート、フルモデルチェンジだったとすると、 S22 ウルトラはマイナーアップデートという印象です。ただしS ペンの利用頻度が高いユーザー、Galaxy Note ユーザーや S21 ウルトラでペンの取り回しに不満を感じていた方にとっては乗り換え必須端末になるのではないでしょうか。その点次回以降 Galaxy Note 20ウルトラとも比較したいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後に価格について触れておくと、まだまだ実用的な S20 ウルトラは買取再販のイオシスさんでは10万円前後になっていて、 S21 ウルトラについてはドコモでは現状在庫なしになっています。 S22 ウルトラの国内発売が近いのかもしれませんが、価格的にはちょっとアップした16万円前後になると予想します。この動画がご覧いただいた方のスマートフォン選びの一助となれば幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。